お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、久留米です。久留米です。はい。いや、久留米で、はい、美味しいハンバーグといえば、はい、ここでしょっていう、はい、ジョージ行くんですよね。はい。ずっと僕紹介したいと思ってたお店です。ちょっと待って、はい。俺だってジョージ好きだよ。いや、それがね、はい、なんていうか、まあ、久留米にロケに行って、うん、まあ食事系じゃなかったら、うん、まあロケでご飯食べて帰ろうっていう時に、はい、やっぱジョージは外せないんだよね。そうですね。ロケ飯の時に、お伺いすること結構ありますもんね。そうですね。あるある。ミスタージョージ。はい。ハンバーグの美味しいお店です。はい。いや、ただ、はい、ガークの言ってた情報が、はい、って。いや、俺それ知らないよ。楽しみですね。いや、楽しみですねっていうか、え、そんなすぐ出てくるって言ってるじゃない。はい。日本最速の。いや、日本最速。注文してから出てくるまで、ここ日本最速なんじゃないかなっていう。ちょっと待って。マジですか？は昔はそうではなかったと思うんですけど。いや、昔全然。いや、俺、そんなイメージないよ。はい。ですよね。うん。今、多分、うん、入ってから出てくるまで、日本最速だと思います。ちょっと待って。そのさ、日本最速ってどれぐらいって確かに、いや僕も早くなってから行ってないんですよ。あそうなの、はい、じゃあそれはなんか噂で知ってるってことなの、はい、日本最速って日本最速、まあ測った人がいるわけではないと思うんですけど、そういうのを、まあ、ネットでかなりバズってるって話で。あそうですか、はい、どのくらい早いんだろうっていう。あ、そう。いやいや、今日は。それでも限界があるでしょ。ですよね。いや、確かに。本当なのかな？いや、俺、それ聞いたことねえぞ。言ってもハンバーグだからさ、それはそんなことある？普通、ハンバーグどのくらいかかりますか？いや、だからハンバーグなんで、うん、まあ、言ってもこねてはいるでしょ。忙しい店だったらね、うん、もううんうん、いっぱいこうこねて準備はしてるでしょ、うんうん、だからもうあとはでも焼くっつってもさ、うん、ふっくらやっぱり焼き上げるみたいな、そうですね、うん、やっぱそういうね、うん、こと考えたら、うん、まあ言っても20分分から25分ぐらい、うん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 、はかかるんじゃないのっていうふうには思うんだけどね。じゃあ中条さんは20分でいいですか？まあまあまあ、でもそれでも早いっていうことだから。15分、あ、確かに予想15分。いや、ハンバーグだから。さあ、高速が上走ってますけど、はい、もうすぐですよ。もうすぐですよ、はい、あれ越えてすぐですね。越えてすぐ、はい、ミスタージョージ本店ですね。お、出たよ、ハンバーグ。あ、来た。あ、ここですよ、ここですよ。ちょっと待って、日本一のお子様ランチ、日本一のお子様ランチとか書いてる。しかもお持ち帰りハンバーグ。あ、早っ、馬って書いてる、書いてますよ。ちょっと早っ、馬って書いてる。止められないんじゃないの。あ、本店。あ、来た。止められる。あ、かろうじて開いてるね。本当だ、すげえ人いっぱいいる。かろうじて開いてる。うまそうだよ。おいしそう、ね、いや、これ車の中で待ってる人が結構いるの、ね、はい、ちょっととりあえず許可だけ許可だけ。すみません。あ、実はですね、まあ今待ってらっしゃるんでしょうけど、はい、じゃあありがとうございます。
僕はあの YouTube もやってて、それでミスタージョージのハンバーグをうちのディレクターと一緒に紹介したいなと思って、他のお客さんに迷惑にならないようにしますので許可いただけたらなと思って。オッケーです。よしよしよし。一応カウンターにしてもらったじゃないと焼くとこをやっぱ見たいだろうから、というか30分待ちなんだぞ。うわ、本当ですか。いや30分以上かかると思う、あ、なるほど、っていうふうに言われた。なるほど。今ね車の中で皆さん待ってらっしゃるんです。あ、なるほど。で僕もこれ、これが鳴ったら、なるほど、うわ、あのそうなんですよ。そしたら店に入ってきてくださいねって。なるほどなるほど。来ました。あ、来た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 。来ましたよ。行きましょう。行きましょうか。6番目って言ってたから、30分ぐらいかかるって思ってたんですけど、まだものの10分ぐらいですよ。ですよね。早いね。早いね。失礼します。失礼します。めちゃくちゃいい気温ね。そしてほら、あ、1杯目のご飯は普通盛りで提供させていただく。ご飯、味噌汁、サラダ、おかわり。ああ、なるほど。大盛りで特盛り。なるほど、うん、ああもうあっちでやってますね。やってるやってる。おいしそう、おいしそう。どれがいいですか。これにしますか。おう、ダブルハンバーグか。あ、ちょっと待って、はい、こっちにする。やっぱり豚肩ロース生姜焼き。欲張りハンバーグ。欲張りハンバーグ。ああ、なるほど。君は。僕はもうダブルハンバーグで。わかりました。いらっしゃいませ。何名様ですか。いいですか。欲張りハンバーグの欲張り入ります。セットで、はい、爽やかソースとダブルハンバーグの、はい、スタミナ爽やかで。スタミナと爽やかで。はい。一緒でよろしいですか。はい。よろしくお願いします。お入ります。焼き鳥1枚爽やかとダブル1枚爽やか。お願いします。1時37分です。でもさ、さすがにこの忙しさだからさ、そんなにそんなにさ、もうガンガン熱してるもん。本当だ。ちょっとさすがにさ、君が入らせてくれって言えないでね。邪魔になるもん。うわ、今ダブルで爽やか&スタミナですって、うん、はい、お願いします。失礼します。ダブルの爽やかスタミナソースです。ステポーチですのでやってください。ダブル早い。まだ1分ぐらいです。うっそー、みんな早い。僕がもう来た。早い。これ君のだよね。いつ作ったのって。いや、というか、あ、すいません。あ、もうこっちも来た。早い。早い。ご飯サラダ、お味噌汁が1回ずつお借りできますので、お買いかけください。おいしそう。お待たせいたしました。じゃあ、もうちょっと、俺自分の早い。いらっしゃいませ。あと味ですよ。そうですね、ミスタージョージはめちゃくちゃ美味しかったです。でも味があの時のジョージかどうか、うん、ちょっといきますよ。うわ、美味しそう。ふっかふかです。今もう箸入れたらもう全然ぐーっ、美味しそう。この箸で切れる柔らかさ。うわ、美味しそう。うわ、これ何ソースでしたっけ。爽やかソースです。あー、美味しそう。これ熱々でしょ。熱々ですね。熱々でしょ。うわ、美味しそう。
ふっかふっかです。めっちゃうん、ハンバーグがふっかふっかで、その中に肉のうまみがぎゅーっと閉じ込められてて、めちゃくちゃうまい。お願いします。バーク、これは絶対お返す。ほんと、この豚肩ロース、あー、うっそ、あー、いいっすね。うーまっ。あのね、もう昔ながらの生姜系の豚生姜焼き、そんな感じ。めっちゃくちゃおいしい。最高です。はい、OK です。じゃあちょっとこちら僕いただきます。どうぞ。うまそう。いやー、美味しそう。なんで早いんですか。なんで早い、そうです、社長がいつもそういう風に早く提供してっていう信念を持ってるので、はい、でも前はそうじゃない。いや、一番最初はそうだったんですけど、うん、結構何年ぐらいしてですかね、3、4年ぐらいして早く出すっていうのは聞いてるんですけどね。はい、じゃあある程度やっぱり下準備をもうしててって感じですよね。そうですね、はい、ほとんど 8割方焼いておいて、お客様が本来だったらですね、駐車場に入ってこられるときにその人数分翻訳するんですけども、駐車場入ってくるとき本日はちょっと待っていただいてるので、いやいやいや、あらかじめ分かってるって。いやいや、なるほど、入ってきたとき人数見てるんですね。もう、そうですね、でもう焼いてると。ガク、久留米に日本一があったね。いや、しかもね、早いだけじゃないんですよ。あのふっかふっかのハンバーグ、これをぜひ味わってほしい。ミスタージョージ、ただものではない。